こんにちは、価格 .com マガジン編集部の水川です。今回はですね、ウェブ会議にも使えるいわゆる通話の音質などがいい完全ワイヤレスイヤホンを紹介したいと思います。解説にはイヤホンの全てを知り尽くす人と言っても過言ではない AV 評論家の野村健二さんに来ていただきました。野村さん、今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。完全ワイヤレスイヤホンって今すごく人気がありますけど、はい、あれってまあ音楽再生だけじゃなくて、うん、ウェブ会議とかにも全然使えたりするものなんですか、ね、うん、はい、基本的にまだ使えないレベルです。というのは、口から物理的に離れてるじゃないですか、はい、ビームフォーミングマイクっていうのを使って、やっぱり物理的にブームマイクがあるヘッドセットにはかなわないところってあるんですよね、うんうん、なので、今回のこのテーマとしては、会議の参加者ぐらいで一言二言コメントするぐらいだったらなんとかならないかっていう視点でちょっと製品をね、紹介していこうかなと思ってます。完全ワイヤレスイヤホンって使い勝手がいいので、はいはい、まあ、プライベートとか仕事も、まあ、一つにまとめたいっていう人も多いと思いますし、うんうん、まあ、イヤホン2つ買うのもちょっとっていう人もいると思うんですよね、うんうん、まあ、そういう人たちに向けて、まあ、ウェブ会議でもまだ使いやすいモデルを選んでいただいたということで、はいはい、そうですね。まず第一に、このデノン C830 っていうモデルなんですけども、はい、これは基本的にデノンのサウンドエンジニアの方が音質にこだわって作った製品なんで、音がいいっていうのが売りの製品なんです、はい、実は音がいいんですけど、これマイク性能がいいんですよ。例えば外音取り込みをやると、直接音が入ってるような違和感のない音が入ってくるんですよ、うんうんうん、で、あ、面白いなと思ってマイク通話もしてみたら、かなり人の声のニュアンスが分かりやすい製品だったんですね。だからこれはなかなか一部の方々から好評を得て、いわゆる定番として売れているモデルなんですけど、これなかなかおすすめできます。で、会議用としても使えますので、あの、音楽聴くもよし、あの、ちょっとしたね、外出先で急にね、会議入りましたって時もこれこのまんま使えるので、なかなかいい製品だと思います。確かに会議じゃなくても電話とか外出先でそういうこともありますもん。全然。なるほど。そのですから、そのネット電話とかすると明らかに音がいいの分かりますよ、これ。へー、面白い製品ですね、うん、なるほど。で、続いてこちらのヤマハ TWE7B、こちらも実際そのトゥルーサウンドっていう音質にこだわってたりとか、あとは耳の中の状況を自動的に計測して最適な音を作ってみたりとか、あとは小音量でも迫力ある音が楽しめるとか、基本的に聞く方をメインにやっぱり作られてる製品なんですけども、実は聞く方をメインに作ってたら多分マイクも良くなっちゃったんでしょうね。あの、素直に電話とかで話してても、あの、相手の声聞き取りやすいですし、あとはそういう会議とかで使ってても、普通に会話が成り立つ見事な声ですね。うまく作れた製品じゃないかなと思っております。で、3つ目がジャブラです。ガジェットとウェアラブルデバイスとしての作り込みをすごくやってるので、当然ながらマイク性能も気を使ってる会社さんなんですね。なので、この会社の製品は全体的にマイク性能いいです。なるほど、うん、本体小さいから装着感も長時間装着してもあんまり苦にならないですし、これなかなかそういった意味ではよく考えられてる製品を出してるな、ジャブラさんは面白いなっていうのがちょっとありますね。なるほど。ジャブラの製品の中でもやっぱり高い方がマイク性能がいいっていうかね。高いというか使用用途が違うんですよ、はい、エボルブっていうのが基本的にビジネス用途向けなんです。いや、片耳のヘッドセットとかもいっぱい出してる会社なので、そういうビジネス用途、マイク用途のものは強いんですよね。なるほど。で、そこが逆にこういうエリートシリーズのようなコンシューマー向けのイヤホンも出しているっていうふうに捉えてもらえると差が分かりやすいかなと思います。で、今回この3つがやっぱり一番のおすすめなんですけども、他にもいくつかありまして、はい、まあ、1つがパナソニックの AZ60 っていう製品ですね。こちらはそのマイクの部分をデジタルコードレスホンの担当者が開発したのが基本になっているので、声がね、分かりやすい、聞き取りやすい声だ。これはさすがだなと思います、うん、あとは風切り音が入らないようにしっかり考えた本格的な完全ワイヤレスイヤホンっていうのが、多分テクニックスブランドかがほぼ最初だったんじゃないかなっていうぐらい、そのしっかり考えられてて、
そういった意味でも屋外で使いやすい。なるほど。例えばできるだけ、まあ、あんまりざわざわしてないカフェで会議に参加するっていうのがこの製品だとできるんですよ。これはなかなか見事だなと思います。だから周りの音が入りにくい、あ、そういう意味でいいっていうか、うん、そうですね。あとはオーディオテクニカの TWX9 っていう最新モデルでありフラッグシップモデルなんですけども、オーディオテクニカはやっぱりあの業務用というかそのプロ用のマイクを作ってる会社なのでチューニングはお上手なんですよ。なのでですね、マイクの位置に工夫したりとか、あとは聞こえ方に工夫したりとかして声が分かりやすい。しかもあ、これ電話だよねって声じゃない普通の声がちゃんと聞こえるので、ここも悪くないな。もう一つソニーのリンクバッツですね。こちらもなかなかいいと思います。リンクバッツってもともと外音取り込みしっぱなしで周りの音も聞こえてっていうのをスタイルとした製品だと思うんですけども、良質な声を届けられるようにというような作りにもなってるんです。当然ながらソニーでもし買いたい音気に入ってるっていうのであれば、V1 を積んだ製品を買うことでちょっとした会議に参加するぐらいだったらいけるっていう感じかなっていうのがこのリンクバッツをおすすめするっていうですね。おすすめはあくまでもマイク別もしくはブームマイク付きのヘッドセットが一番のおすすめですけども、それを持ち歩くのはちょっとじゃないですか。確かにそうですよね。そういう場合はこの中でもいい製品を選んでおけば、確かにまあ家でやるときはあのマイク別でも良さそうですけど、やっぱり外ってなると完全ワイヤレスイヤホンちょっと便利さが上回っちゃいますね。そうですね。ちなみになんですけど、うん、電話する場合でもこういった今日紹介してもらったイヤホンの方がまあ他のものにちょっと有利っていうことでいいんですか？はい、電話だと実は電話のその通話のデータというかその規格がもっと音質が悪いので、そっちに製品が揃えられるので、実は会議ほど大きな差があるわけではないんですけども、逆に言えばその電話でもちゃんと滑舌よく聞こえるようにしている製品がありまして、それが実はその先ほど言ったテクニクスの AZ60、 これは電話でも綺麗な声が聞こえるようにはっきりと分かりやすい声が聞こえるように作っているので、これはそういった意味ではなかなかの出来のいい子だと思います。なるほど。逆にこちらは LINE 電話とかいわゆるネット電話系ってそういうその通話のいわゆる音質が落ちる縛りがない環境で聞くと圧倒的にあ、これいいねってなります、うん、もし電話がほとんどメインだったら AZ60 っていう選択肢もあるっていうのが答えになりますかね。ありました。ありがとうございます、はい、今回紹介した製品の価格 .com での最安価格や口コミは概要欄の URL からチェックしてみてください。